皆様こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は折り紙でウギーブギーを作ります。使うパーツは白と黒ですね。それでは始めていきます。まずですね、白のパーツと黒のパーツを使い、1段目と組み合わせながら底を作ります。使うパーツは54枚です。ちょっと多いんで、分けながら底を作っていきます。23段目はパーツを減らします。動画のような感じで減らしてください。両脇の部分のみ黒のパーツを使います。細かくは設計図を見てください。1段目まで終わりました。こんな感じになります。それでは2段目を組み立てます。2段目はパーツを減らしていきます。動画のような感じで減らしてください。
2段目が終わりました。パーツが抜けてしまう場合は、ボンドをつけながらやってください。The second tier is over. If parts fall out, please attach a bond. で、3段目もパーツを減らしていきます。The third tier also reduces parts. 2段目と少しやり方が違います。The method is slightly different from the second tier.でですね、3段目やる前に、2段目の隙間に黒のパーツを挟んでいきます。3段目ですね、黒のパーツが入る部分と周りのみ減らさないで普通に組み立てます。それでは残りの白い部分を減らしていきます。Now let's reduce the remaining white part.次はですね、4段目を組んでいきます。で、4段目から22段目までは、パーツの増減はないんですけども、両脇の黒の部分の上に黒のパーツを挟んでください。こういう感じですね。こういう感じでやっていってください。それでは13段目まで早送りします。
13段目まで終わりました。こんな感じになります。それでは次はですね、口の部分を組み立てていきます。口は小さめの黒パーツを使っていきます。設計図も確認してください。これで口の部分は終わりました。パーツを挟む部分もあるので気をつけて組み立ててください。それではですね、22段目まで組み立てていきます。
23段目はパーツを減らします。 The 23rd tier reduces parts. 動画のような感じで減らしてください。Please reduce it like a video.23段目まで終わりました。 Finish to the 23rd stage. でまた27段目までは簡単なので早送りします。 It's easy to get to the 27th step, so fast forward.28段目はパーツを減らしていきます。 The 28th stage reduces parts. 動画のような感じで減らしてください。 Please reduce it like a video.こういう形になったら OK です。それとですね、それとここに黒のパーツを挟み忘れていたので、挟んでいます。次は頭の上を組み立てていきます。Next, assemble the top of the head.
これで胴体の組み立て終わりです。残りは足と腕を組み立てます。This ends the assembly of the torso. The rest assemble the legs and arms. はい、胴体にボンドをつけ終わりました。ボンド、胴体にボンドをつけた足を組み立てます。After attaching the bond to the torso, assemble the legs.黒のパーツを組んでる場所、ここですね。これが足の中心になるように足を組み立てます。中心に黒のパーツ、周りに白のパーツを使って組んでいきます。Use black parts in the center and white parts around it.2段目まで終わりました。次はですね、足の一番下を組み立てます。で、一番下の部分は潰れないように二重折りしたパーツを使います。はい、次は腕を組み立てます。Next, assemble the arms. まず上の部分から組み立てていきます。First, assemble from the upper part. 使うパーツは白と黒です。黒はやはり小さめのパーツを使っていきます。The parts used are black and
smaller parts.次は下の部分を組み立てます。Now it's time to assemble the lower part. このようにパーツを差し込んでいきます。Insert the parts like this.差し込んだパーツをそこにして下部分を組み立てます。もう一段組み立てます。これをもう一つ作ります。I'll make one more of this. 次は目を貼り付けます。Next is to paste the eyes. 目はフェルト製ですね。The eyes are made of felt.最後に腕を取り付けます。Finally, attach the arm. まずですね、こっちはつまようじで取り付けて、こっちは差し込んでいきます。
attached with a toothpick, and this is inserted into this position. これで完成です。Now it's complete. ここまでのご視聴ありがとうございました。Thank you for exclamation mark watching so far. よければチャンネル登録もよろしくお願いします。If you like, please subscribe to the channel.